あれ、治ったのか、親父。この車、もう走れるのか。走るに決まってんだろう。エンジン乗せ替えたからな。今日からまた、こいつで配達してもらう。お前に言っておくことがあるんだけどな、匠。ん？お前が稼いだ金、この車を直すのに使っただけだから、これからはこの車、半分お前のもんだ。だってそんな、俺が壊したんだぜ。いいのか？ミスで壊れたわけじゃねえからな。お前の責任じゃねえよ。スタンドのバイトだけじゃなくて、お前とこいつで毎日豆腐を配達して貯めた金も使ってやるんだ。それなりに愛着持ってやってもいいと思うがな。とにかく俺はそうするって決めたからな。つべこべ言ってねえで、さっさと配達に行ってこい。なんか妙な感じ。バゲットシートだと目線が今までより低くなるからだよ。走り出してしばらくすりゃ気にならなくなる。前よからハンドル重たくなった。クラッチも。クラッチをつないだ瞬間、初めて伝わるんだよな、なんとも言えない違和感が。全然わかんねえ。乗りにくい。なんだこりゃ。